卓掲1500年から1510年頃、受胎告知1506年から1512年頃、フランチェスコ・ビアンキ・フェラーリは、ルネサンス期のイタリアの画家である。フランチェスコ・ビアンキや、イルフレアとしても知られる。フェラーラで生まれたが、モデナで生まれたとも言及されている。コズメ・トゥーラの弟子であり、その作品は、彼の時代では、非常に高く評価されていた。 ビアンキは後にパルマ派の画家として大成するコレッジョの死であったと言われているが、ビアンキはコレッジョがわずか16歳の時に死去している。彼はモデナで多くの祭壇画を描いたが、現残しているものはほとんどない。しかし、ルーブル美術館には即位した聖母子と二人の聖人が所蔵されている。また、エステンセ美術館所蔵の聖ヒエロニムスと、 聖フランチェスコを伴うキリストの卓形は、ビアンキの手によるものである。ありがとうございます。